アキュラトルコリラ、トルコリラ TL は、ホンダ技研工業が生産し、アキュラブランドで販売していたセダン型の乗用車である。アキュラビガーの後継モデルとして1995年から2014年まで発売された、アキュラの最良版モデルである。2015年モデルより TSX と統合されて、TLX となった。1995年に、 ビガーに代わって初代トルコリラが発売された。ワイドローのシルエットは踏襲されたものの、マーケットからの居住性、主に鉱石アップに応えるべく一回りサイズアップ、された。日本国内では二代目ホンダインスパイア、初代ホンダセーバーとして販売された。エンジンは、ビガーから引き継がれた G25A 型2.5リットル直列、5気筒サイチェシー、178PS と、 二代目ホンダ、レジェンドに搭載されていたバンク角90度の C32 アンペア型3.2リットル V 型6筒サイチェシー 203PS の2種類がフロントミッドシップに搭載された。1998年にフルモデルチェンジを迎える。このモデルより生産はアメリカのオハイオ州にあるメアリズビル工場で行われ、日本へも三代目インスパイア、二代目セーバーとして、 輸入、販売された。先代で採用されていた FF ミッドシップレイアウトは、直列後気筒エンジンと共に廃止され、新たに開発されたバンク角60度の J32、アンペア型3.2リットル V 型6気筒サイチェシー、ビテックエンジンのみとなる。228PS 仕様のエンジンに4足 AT が、組み合わされた。2002年に、 228PS 仕様のエンジンに5速 AT が組み合わされた標準仕様に加え、264PS 仕様のエンジンに5速 AT を組み合わせたタイプ S が追加設定された。2003年9月に2度目のフルモデルチェンジを迎えた。このモデルより、アキュラブランド専用モデルとなり、エンジンは先代同様 J32A が対種類のみであるが、 トランスミッションは5速 AT と6速 MT から選択可能となった。2006年にタイプ S が追加され、エンジンはアキュラ RL に搭載されていた 286HP の J35A 型エンジンである。トランスミッションは5速 AT と6速 MT が組み合わさせた。また 258HP 仕様の標準仕様は5速 AT のみの設定となった。 ボディデザインは、社内デザイナーである、ジョン・イケダ。製造は、オハイオ州、メアリズビル工場、メリーズビルオートプラントで行われる。アメリカでの人気と評価は高く、2005年の販売台数7943台であった。2008年秋に、3度目のフルモデルチェンジを迎える、ことが、同年7月10日に発表された。 キーインウェッジダイナミックデザインコンセプトを受け、パワーアップレナムなフロントグリルなどによりアグレッシブな外観となった。ボディサイズは仙台よりわずかに大きくなっており、室内も広くなった。ボディはインナーフレームレールのフロア構造など最新の技術が採用され、高調力後半の使用率も大幅に増えている。ボンネットやフロントサブフレーム、 リアサスペンションのナックルにはアルミニウムが使用されている。サスペンションには、デュアルステージダンパーや、液風式、コンプライアンスブッシュが採用され、乗り心地を向上させた。パワーステアリングは、電動式となり、トランスミッションは、パドルシフト付き5速 AT で、5速 AT としては、クラス最大のワイドレシオを持つとしている。トルコリラと、 トルコリライス h ードの2モデルがラインナップされ、搭載されるエンジンは、トルコリラが3.5リットル V6、280HP、トルコリライス h ードが、アキュラ RL にも搭載される、アキュラの、現、ラインナップ最もパワフルな、9杯ギともに、ビテックが装着された3.7リットル V6、305HP である。さらに、トルコリライス h、OD、には、 高性能四輪駆動システム s h オードが採用されている。トルコリラ s h オードはサスペンションや EPS のセッティングがトルコリラと異なり内装もアップグレードされている。外観ではリアに s h オードロゴが付き、テールパイプは2本から4本なしとなりフロントのエアダクトが拡大されている。タイヤはトルコリラの245。 50R17 から245、45R18 となり、オプションで245、40ZR19 のパフォーマンスタイヤ用意される。両モデルに用意されるテクノロジーパッケージでは8インチ VGA モニターを備えるナビゲーションシステム、プッシュ式イグニッションスイッチ付きキーレスアクセスシステム、アキュラ、イーレスサラウンド10スピーカーシステムや、 ドップラー気象レーダーマップに新たに対応したアクアリーインクなどが用意される。2010年モデルのトルコリライス、H、オードには6足 MT モデルが追加された。ミッション、クラッチともに新設計でサスペンションや EPS の専用チューニング、エンジン、トランスミッションマウント部の強化、ドライブシャフトの耐久性アップなども行われている。坂道発進時に 車の後退を防ぐヒルスタートアシストシステムが採用された。5速 AT モデルに比べ車両重量は4グラム減となり、前後重量配分は59、41、5速 AT モデルから58、42となっている。2012年モデルではフェースリフトを受けた。エクステリアはアグレッシブさを残しつつ、より洗練され、 アキュラートモデルとのデザイン方向性の一致も図られた。フロントはグリル、ヘッドライトが改良され、新デザインのフォグライトを採用した。バンパーの空力が向上し、オーバーハングも短くなった。リアでは、バンパーデザインが変更されライセンスプレート位置が変わり、下部の反射板は小型化、テールライトも改良された。ホイールデザインも変更、センターキャップも新しくアキュラの A マークがより、 立体的になった。インテリアも景気類や内装仕上げの変更が行われ、ナビゲーションシステムもアップグレードされた。バッテリーマネージメントシステム、BMS が新たに採用され、バッテリー上がりの防止や寿命を向上させる。エンジンは、コールドエアインレッドシステムが改良、スパークプラグも変更され、EGR 領域が拡大した。トランスミッションは、 AT では5速から6速に変更され、マニュアルモードではダウンシフトパドルを素早く2回引くことで1速飛ばし5速から3速のようにでダイレクトにシフトダウンする機能がついた。マルチクラッチロックアップトルクコンバーターの採用などにより燃費も向上している。新設のアドバンスパッケージはブラインドスポットインフォメーション PSE システムや 6レベルヒーターベンチレーテッドシートが付き、ホイールは FF モデルが18インチ、SH、オードモデルが19インチとそれぞれ体系化された。日本市場においては、初代及び2代目モデルがインスパイア、セーバーとして販売されていた。3代目及び現行モデルの同型車は日本では販売されていない。なお、4代目並びに5代目インスパイアは、 北米仕様の7代目並びに8代目のアコードの V6 モデルである。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。